チェンマイのカムティアン園芸市場です。園芸用品や園芸植物、さまざまなものがあります。いかにもタイらしく、洋蘭なんかもいっぱいあります。この通り専門店もそこら辺にいっぱいです。こちらのお店はバラが多く置かれています。その隣にあるのはジャスミンですね。で、お向かいさんのお店、ここは熱帯スイレンいっぱいあります。こちらは熱帯果樹の専門店です。さまざまな種類の熱帯果樹が置かれています。こちらは龍眼ですね。で、こちらはスターフルーツ。こんな風なマンゴスチンの大木も売られています。カムティアン市場の端っこの方のお店の方が若干値段が安い傾向があります。もしこちらで何かご購入の際は端っこの方から攻めてみると面白いかもしれません。日本の植物の専門店です。イチジク、カエデ、リンゴとかサクランボ、他にもいろいろちょっと見られます。日本語の値札もついています。これイチジクのゼブラスイート書かれています。こちらはハーブの専門店です。タイ料理はハーブを多用しますので、この通り種類も豊富です。で、こちらを見るとなんか日本のセリらしきものがありますが、さて一体これ何でしょう。ちょっと試しに買ってみることにします。